今回は金、ゴールドについてお話をいたします。今、海外の金価格が急反発しています。急反発の要因を確認をしつつ、長期投資、超長期投資のための金相場の考え方について述べていきます。動画で詳しく述べています。どうぞ最後までご覧ください。こんにちは。楽天証券経済研究所の吉田悟と申します。どうぞよろしくお願いします。今回は金・ゴールド市場のテーマ、見えないリスクと題してお話をいたします。こちらをご覧ください。まずは海外の金・ゴールド相場が短期的な急反発を演じていることについてお話をいたします。このグラフを見ていただきますと、先端部分なんですが、このように海外の金相場は急反発しています。さまざまな文脈はありますけれども、まずは海外が反発をしているということをここで押さえておきます。この反発の背景なんですが、この7つのテーマに分類をすることによってきちんと説明をすることができます。と言いますのは、今、円建ての金価格は大きく下げているんですね。ですが、海外のドル建ての金価格は上がっているということですので、その件についてここで網羅的に説明をしています。円建ては円高の影響で下げていると。これだけです。世界の標準的な金であるドル建てなんですが、これはこの短中金3つのテーマがそれぞれ上昇圧力をかけているので、価格が反発しているということですね。有事ムードはウクライナ戦争の継続、中東情勢の悪化、そして代替資産ですが株の代わりです。株価が国内外で急落していますので、この急落を受けてその代わりに金を持とうという動機が強まって上昇圧力がかかっていると言えます。加えて代替通貨ですが、これはドルの代わりです。アメリカで今利下げ観測が浮上しています。利下げ、ドル安、そしてこのドル安がドルベースの金価格を押し上げているということですね。ですので、短中期的なテーマである有事ムード、代替資産、代替通貨、この3点において同時に上昇圧力がかかっているので急反発しているという話です。一方でドル安の反対側にある円高が円建ての金価格を押し下げていて、円建ては下がっているという説明ですね。この7つのテーマに基づいて説明をすることができるという状況です。あくまでも今ここで申し上げたのは短中期のテーマに過ぎません。一方で資産形成においては超長期、長期の視点が重要です。ですので短期的な上げ下げのこの3つのテーマではなくてですね、この中長期のテーマに注目をしていくというのがこの後の話なんですね。資産形成の際は長期のテーマに注目をすることです。目線を短期ではなく長期に置き換えるということですね。これによって注目をする材料が変わってくるということです。ですので長期の資産形成においてはこういった短中期の上げ下げではなく、こういう中長期の上げ下げ、超長期の上げ、これに関連する材料に注目をしていくということになります。加えて言えば、有事ムードや代替資産や代替通貨、こういった短中期のテーマに注目をすることなくということですね。ですので注目するテーマというのはもうおのずと見えてくるということなわけですので、それをまとめて申し上げますとこちらなんですが、中長期は中国、インド等の宝飾需要、加えて中央銀行、そして鉱山会社、この3点に注目をしていきます。特に今はこの中央銀行に注目をしています。加えて超長期ですが、見えないリスク。この動画のタイトルにも含めてみました。この見えないリスク。これが超長期視点の金価格を押し上げる材料になっていると考えています。中央銀行と見えないリスクにつきましては、2010年頃以降、特に目立ち始めたテーマです。一つ戻りますけれども、このグラフの通りです。例えば、有事の金買いという言葉が生まれた1970年代後半、確かにあの時は有事だけで金相場の動向を説明することができました。加えて、株と金の逆相関だけで説明できた期間もありました。ですが、2000年に入りまして、それ以降を見ていきますと、特に2010年頃以降なんですが、過去の常識では説明できない値動きになっているということは、この図からもすぐにわかると思います。ここで一つのテーマだけに注目をすることなく、7つのテーマに分類をするということが始まっていったわけですね。この時に中長期のテーマ、超長期のテーマ、これらのテーマに注目をしていくことが、金投資を長期の資産形成に用いるために必要な考え方になっていると思っています。で、繰り返しですが、中長期、超長期は4、5、6、7ということで合計4つあるわけですが、この中でも中央銀行、見えないリスクという2010年頃以降を目指し始めたテーマに注目をしていきます。で、こちらですね、中央銀行なんですけれども、中央銀行といいますのは、その国の通貨と物価の安定を目指すための銀行の銀行と呼ばれている機関です。外貨準備高といいまして、何かあったとき、対外的に何かあったときのために蓄えているお金があります。これは FRB も日本銀行も同じです。この外貨準備高に一定の量の金を保有をしているんですが、この金の保有量ですね、購入動機については、世界情勢の大きな潮流の影響を受けていると言えます。こちらの通りなんですけども、これは2010年頃以降を目指し始めた世界情勢の変化と各種コモディティ、金を含むコモディティ価格の上昇の背景です。2010年頃以降といいますのは、まずはスマートフォンと SNS の世界的な普及が始まったタイミングでありました。加えて、リーマンショックという2008年に起きた金融危機の2年後以降でもありました。この SNS と ESG ですね、リーマンショック後の経済回復を加速させるために提唱された ESG、これらがさまざまな文脈を通じて世界分断に発展し、この世界分断が中央銀行などの金の買いの材料になっているということです。例えば、SNS がなかった場合、起きていなかったんではないかと考えられる事象がいくつもあります。2011年前後のアラブの春。あれは SNS によって国民が団結して、武力を伴って政権転覆をいくつも行いました。SNS がなければ起きていなかったことであると考えられています。加えて2016年のイギリスの国民投票による EU 離脱。これも SNS によって民意が膨張して、その膨張の延長線上で EU 離脱を決めたと言われています。そして同じ2016年のアメリカ大統領選挙、トランプ氏の勝利です。トランプ氏は SNS をうまく使って民意を扇動して勝ったと言われています。つまり、アラブの春もブレグジットも2016年のトランプ氏の米大統領選挙の勝利も SNS がなければ起きていなかったと言えます。この3つの出来事の共通点は、民主的でないという性質です。民主的でないことが SNS があったことによって起きたということですね。これをここで述べているんですが、SNS の世界的な普及といいますのは、民主主義の行き詰まりの一因になっていると言えると思います。加えて ESG ですが、確かにビジネス利用なんですね。そもそも ESG というのは、環境、社会、企業統治、この3つに準じたことを行っている国や企業への投資を進めるための考えなんですね。ESG に準拠しているので、その企業に投資をしても良いと、投資をすべきであると。この ESG の考えによって、ビジネスがどんどんと加速していった面がありました。これが今の長期視点の米株高の一因になっていると言えると思います。ですが一方で、ESG の武器利用もありました。一方的に石油は悪だ、石油はダメだ、石油を使っている国企業はダメだと、こういった論調もありました。これによって、石油を生産している国々、非西側の国々と ESG を提唱した西側との分断が深まってしまったと言えます。そして民主主義を良いと考えている西側が行き詰まることによって、世界の状況というのが少しずつ非民主的な傾向を帯びるようになりました。ですので、この民主主義の行き詰まりも一つ世界分断の要因になっていると言えます。ですので、ESG と SNS が世界分断の一因になっていると、こういった図式があります。この動きを受けて民主主義の行き詰まり、中央銀行、世界分断、中央銀行、世界分断による戦争、この戦争を受けて中央銀行が金を保有し始めているということですね。これが2010年頃以降起きている世界分断や民主主義の行き詰まりをきっかけにした金の上昇の背景です。中央銀行は何か不安があった時のために金を保有をしておく。世界分断という不安や戦争という不安や民主主義の行き詰まりといった不安、これらの不安は長期の視点における不安です。この不安を元にして金を買っている節があります。実際にこちらのグラフの通りなんですけれども、2010年頃以降というのは中央銀行全体として買い越しが続いているんですね。特に新興国の中央銀行による買いが目立っています。2022年は最高規模でした。こういった流れが今起きていて、この流れを作っているのが世界分断や民主主義の行き詰まりであるということなんですね。世界分断や民主主義の行き詰まりの一因となっているのが SNS と ESG の世界的な普及であると考えられますので、 ESG と SNS がある以上は世界分断が続く、民主主義の行き詰まりが続く。これは中央銀行が今後も金の保有高を増やし続ける動機になり得ると考えています。長期視点で見て、まだまだ中央銀行の買いというのは続くと考えていますし、なおかつ1年に1回なんですが、ワールドゴールドカウンシルというですね、大きな規模の機関がありますが、この機関が1年に1回中央銀行に対してアンケートを取っているんですね。このアンケートの結果を見ていきますと、5年後に米ドルの保有比率を増やしますか、金の保有比率を増やしますか、様々問いがあるんですが、米ドルの保有比率5年後減らすと回答している中央銀行が全体の 60% を超えました。一方で金なんですが、5年後金の保有比率を増やすか減らすか、この問いについて全体として7割前後のですね、中央銀行が増やすと回答しています。つまり中央銀行においても、米ドル離れ、金を保有をする見読みを感じると傾向が強まっているんですね。と考えていっても、やはりこのグラフというのは長期視点でプラスの状況が続くと考えて良いと思います。これは中長期視点の金相場を支える大きな要因になっていくと思います。では、超長期なんですけれども、尊厳と秩序の放棄が見えないリスクを増幅させていると考えています。少し雲をつかむような話かもしれませんけれども、私自身はこの考えについて間違えていないと感じています。スマホ、SNS を含む世界的普及がもたらした負の影響をあえて書いてみました。もちろん良い影響もたくさんあります。ですが、負の影響もあるということで、あえて負の影響を書いてみました。2010年頃以降、世界的にスマホ、SNS の普及が進んでいきました。これによって、いつでもどこでも誰でも簡単に外的刺激、つまり映像や音声といった刺激を加えて、内的刺激、興奮や閲楽といった刺激を同時に簡単に、ほぼ無料で享受できる世界が到来しました。どこにいても様々な刺激を受けることができる、スマートフォンや SNS があることによって刺激を受けることができるようになりました。ざっくり言いますと、すぐにスカッとできる世界が到来したんですね。あまりいい話ではないです。もっと言い換えますと、人類はスマホ、SNS を含むというわがまま実現機を手に入れたと言えます。ここではあえてスマホ、SNS の負の影響について述べています。もちろんプラスの影響もたくさんあるんですが、あえてマイナスの負の影響を申し上げると、この青で示したことが起きたと。2010年頃以降起きたということですね。目には見えませんし、意識しなければ感じない部分かもしれませんけれども、私自身は強くこのことを感じています。このことがあることによって、世界は多くのわがままがまかり通り、共通認識が表層的で短絡的になった。かつ、人々が本能重視で振る舞う。つまり、喜怒哀楽を常時噴出させることが容認されやすくなったと。これは具体例を申し上げますと、昨今のアスリートや審判に対する誹謗中傷です。目に余る投稿がいろいろあるわけですけれども、何かあったときに短絡的、表層的に投稿ができるようになった、主張ができるようになった、これをもっと言いますと、わがままを言えるようになったということですね。それが世界各地で噴出しているわけですね。喜怒哀楽の同時噴出が可能になったということです。人々はスマホ、SNS を含むというわがまま実現機によってよりわがままになったと言えます。これによって人は無自覚に長い歴史の中で獲得してきた尊厳と秩序を放棄し始めていると私は感じています。我慢をすること、あえて忍耐ですね、あえて耐えること、あるいは時間をかけて味わうこと、こういったことを通じて得られる尊厳や秩序というものを放棄し始めた。つまり、わがままがまかり通るということは、表層的であり、短絡的になっていると、こういった傾向を強めているということなわけですので、わがまま、表層的、短絡的が進んでいるこの進行においては、やはり尊厳と秩序を放棄しているということに他ならないと私は考えています。このことが人間が生き物として生きることに戻ってしまっている、弱肉強食の世界が到来しつつあると、こういうことだと思うんですね。SNS、わがまま、まかり通る、これによって世の中が表層的、短絡的になる。これによって人間が持っていた尊厳や秩序というものが失われていく。生き物として生きる環境に戻っていく。弱肉、強食、リスク、膨らむということですね。ですので、今、世界はすでに甚大な見えないリスクに蝕まれていると言えると思います。これがスマホや SNS が世界にもたらしたマイナスの影響です。これはまさにリスクなわけです。見えないリスクなわけです。これが超長期視点で今後も人類を蝕み続けると。これによって金相場に上昇圧力が超長期視点でかかり続けると私は考えています。あえてスマホ SNS の負の影響に関して述べていました。もちろんプラスの影響もあります。ですが、あえて負の影響に注目をしていくと、すでに世界は見えないリスクに蝕まれている。この見えないリスクが金相場の超長期視点の上昇圧力になっていくと考えています。では最後に、超長期視点で投資をする際の有効と思われる方法についてですが、純金積み立てがあります。スポット購入もできますけれども、金ができます。プラチナもできます。銀もできます。関連する投資信託もいくつもあります。こういったものを用途に応じてご注目いただければ幸いです。では、今回は金、ゴールド、市場のテーマ、見えないリスクと題してお話をさせていただきました。また次回もどうぞよろしくお願いいたします。